武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は佐賀大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文、前期で、行っているのは、医学部の看護科、に関してですが、こちらは、時間90分で1つの問題、800字以上1000字以内での記述という形になっております。でテーマに関しては、割と、見ればどういうテーマかはすぐ分かるようなものというか短いテーマで与えられますので、これは要は背景知識というか自分なりに考える力と考えるだけのネタがないと、かなり記述が難しいと思います。そういう意味で、小論文の練習を事前にしておかないと、思いつかない可能性が、高いかなとは思います。なので通常の小論文、医師役系のテーマが多いので、医師役系のネタ本プラス通常の小論文の書き方、練習すると。なので、田村に優しく語る小論文、小論文の完全攻略本と、小論文の完全ネタ本の、医師役系ですね、こちらをしっかりやる形になります。で、その練習として考えておかなきゃいけないのは、まずその自分なりの意見を作る、でよく知ってるネタに落とし込む、こういった作業をしっかりやって、考えをまとめると、本文を引用するということができない形式なので、自分で、なんていうかパターンを、回答のパターンをですね作り上げておいて、求められた問題に対しての回答が書けるように練習をしておきましょう。以上が小論文の勉強となります。